戦う4コマアニメ僕はバジャレ第248話、乗車必須い。じゃーん、じゃ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 ーん。スカさん、コクさん、エシチー、あれは誰だわん。シポ藩の役人の僕の助だが、昨日その隣藩の商人に僕の助があの米を売ってるのを見たんだわん。え、なんで？あれは洪水被害の援助物資なんだけど。その隣藩との国境には洪水なんて全然ないんだわ。でもなぜか尻尾藩の関所がお休みで、その隣藩の商人は北川藩の商人に売って、北川藩の商人は神藩の商人に売って、今ここにあるんだわ。え？おお、もしかして台風が来たのを利用して被害をでっち上げ、援助物資を要請、みんなが善意で寄付してくれたお米や食べ物を大官と役人がその隣藩の商人に安く売って丸儲け、神藩では尻尾藩を助けるために安いお米があったからまとめ買い、もともとタダだからいくらで売っても絶対儲かるし、本当は洪水じゃないから町の様子も見せないように命がけなんて言ったんだな。ものすごいアイデアだな。しかし人々の善意を食い物にする不届き者、許せん。のう、僕の助殿、天気が良くなってよかったのう。その通りで。ところで今日のお米は何両くらいで売れるかのう。おそらく80両ぐらいじゃねえかと。はっ、うっかり吐いたな僕の助。いや売るんだったらそんなもんじゃねえかなと。昨日は90両で売ったではないか。はっ、それを。はっ、ほーれ。控え控え、こちらに追わす方に見覚えはないか。いや、もうその隣藩との関所の前ですれ違ったのを覚えてないと寄せないわん。いや、すれ違っただけで覚えてる方がすごすぎなのでは。すごいに決まっておろう。この方こそ先の副将軍、見た黄門様。この門どころが目に入らぬか。あの門所は将軍家だけに代々伝わる尻模様。はは、しぽ左衛門並びに僕の助、台風被害をでっち上げ、人々の善意を悪用し、集まったお米を転売して儲けるなど悪行にも程がある。神妙にお名を頂戴しな。お知らせで裁くといたす。越後の隠居ボバエモン。え、人の忠告に耳を貸さず被害を拡大させた張本人として取り調べるから覚悟しておきなさい。これにて一件落着。いやー、エシチがいてくれなかったらとんでもないことになってたよ。助かったんだな。たまたまだわん。